人生初マロマヨでございます。はい、楽しく撮影しております。よかったら MV 見てください。よろしく。うちの娘がすみませんね。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。じゃあ最近エリについて悩んでいまして、何を言っても反抗ばかりで。俺もあいつら嫌になってきちゃったな。育てた犬が死ぬたびに酒の量が増える。おもちゃなら壊れても罪悪感はないと思ってたが、この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。せーよ、不況とが離れ、手ぶらで勝ち込みたいし。ん？俺は深夜の進化で、スモーカーで、ジョーカーだ。めんどく。すいません。白い粉の棚ってどこですかね？さっきと同じものだ。不死身の杉本、やっぱり生きていたか。どうしました、七番様。いや、城がさ、なんとなく変なんだけど、何か余計なこと言った？さーて、俺のより城の話ならしましたがね。これで終わり？まあ圧倒的に強い俺ってことで勝利。でもそれで大人になったわけじゃない。枕元の抜け毛が増えていた。お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり、そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。それもここまでだ。あいつは、戸塚は多分あいつにとって後悔しない生き方したんだろうよ。俺もそうする。